今週末の武豊騎手特別戦の想定。今週は土曜の平場と特別戦サンクラ中ニクラ、日曜日はサンクラ中サンクラと、なぜか土曜メインに馬がいないなと思ったんですが、土曜日のメインコーラルステークスに登録のレオノーレが安田隆之調教師引退で福永雄一厩舎に転厩となり、武豊騎手で登録しているということらしいですね。そういえばトークショーで誰とは言わずに登録しているということは話していたんですけど、まあ、まだ抽選があるということで詳しくは話してなかったんですけども、まあ、トークショーは動画を撮ったんですけど、ちょっとやる気のない動画ですいません。なんか毎回聞いてるような内容の話だったんで、まあ、本の宣伝だろうななんて思いながらも、なんか途中で帰ろうかなと思ったんですけど、まあ、途中まで撮ったんで、せっかく撮ったから、まあ、アップしようと思ったんですけど、まあ、ちょっと中途半端でしたね。まあ、ちょっとすいません的な動画になってしまいました。そのメインのレオノーレですが、武豊騎手は天乗りで、前走は着順は大敗ですが、三浦騎手が、前走騎乗してポジション的にはいいところで運びましたが、4コーナーを回ってすぐに手応えが怪しくなりました。バテてるわけではなく最後は盛り返しているので、オープンのペースに加えて馬群負けしているのかもしれませんという、まあ、コメントにあるように、まあ、乗り方一つ的なところもあるんで、武豊騎手の騎乗に注目ですね。まあ、あとは抽選に通るかどうかですね。まあ、出てきたら記念馬券で売れるんだろうなとは思うんですけど、まあ、人気になりそうですね。そして9レースに設定されている雪柳賞、3歳1勝クラス、芝 2400m 外回り、早手福之助、オスの3歳の中村厩舎、父がウィンバリアションの、母の父がシンボリクリスです。参戦して1勝馬ですね。前走は京成杯で4着。また武豊騎手は今回初騎乗ですね。ウィンバリアション3区って珍しいですね。武豊騎手は調べたら過去1頭だけウィンバリアション3区に騎乗してますね。ドスハーツっていうまで、まあ、2勝クラスの時に騎乗して3着でしたね。早手福之助の前走京成杯のコメントは、岩田息子が、上手に競馬ができて最後は追ってという思うところを見せてくれました。コーナーでちょっとバランスを崩しましたが最後まで踏ん張ってくれました。感触通りいい馬ですと、まあ、先行力があるんでね、結構3着までは勝たそうかなと思ってるんですけど。続いて10レースですね。ナンバーステークス、4歳以上3勝クラスの芝 1800m 外回り、ポットポレット。武豊騎手3歳時に乗ってました、あ、2歳時に乗ってましたよね。武豊騎手は新馬戦から3区で乗ってましたね。前走は出遅れましたが僅差の4着、長めを使われてきたんですが、前走2000で今回は1008にエントリーしてますね。日曜日の9レースは天津橋特別スイープアワーズが中1周で使ってきましたね。多分2勝クラスの芝のマイル戦がここと翌々週の丹波特別の2クラなんですね。で、丹波特別はハンデ戦になるんで、多分中1周だけどここに使ってきたんじゃないかなと思いますね。まあ、中1周でテンションと、まあ、仕上がりが気になるところですね。10レースオークランドサラブレッドレーシングトロフィー、4歳以上3勝クラスのハンデ戦ですね。ダート 2000m、 これはサイモン・ザナドゥに登録してますね。このレース、ジュタローも出るんですけども、なぜかサイモン・ダナドゥで登録ですね。まあ、依頼が早かったのか、まあ、一度この馬でも騎乗して勝っているんで、ジュタローは想定では横山武史騎手ですね。横山武史騎手は、阪神は昨年44戦して0勝ですからね、関東圏の成績に対して明らかにパフォーマンスが落ちる武史騎手なんで、まあ、どうなんだろうなと思いますね。で、この日のメインは、フィリーズレビューですね。放置杯フィリーズレビュー、3歳オープンの牝馬限定の G2、 芝 1400m 内回り、ジューンブレアが出走しますね。アメリカンファラオ3区ですね。新馬戦では内で我慢させて直線抜け出す先行馬のお手本的な競馬で新馬勝ちでしたね。2戦目は武豊騎手が怪我で乗り換わったので、初戦のような競馬ができずに7着でしたね。まあ、それでもボバートの G2 だったことを考えると致し方なしの部分もあり、一旦立て直して距離短縮、まあ、安城が武豊騎手に戻るということで巻き返しを期待したいですね。さて、これを編集しているのは5日の火曜日、夜なんですけども、
多分まあ公開するのは水曜日になると思うんですが、まあ、水曜日は想定が出ますが、福永雄一厩舎のデビュー戦がね、まあ、確定するのか、まあ、週末の乗鞍がある程度確定するので楽しみですね。週末の乗鞍がある程度確定するので楽しみですね。それではまた。